皆さんこんにちは。尾張朝日市の行政情報をお届けする朝ちゃんの時間です。早いもので今年も1年の締めくくりの時期になりました。尾張朝日市は平成27年12月1日で市政45周年を迎えました。そこで今回は市政45周年記念特集として、尾張朝日市で生まれ、尾張朝日市と共に育ち、尾張朝日市のために働く職員お二人をお招きして、45年間の思い出のお話など普段聞くことはできない話を伺いたいと思います。今回お話を伺うのは健康福祉部長の若杉さんと生涯学習課長の平野さんです。若杉さんと平野さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速ですが、尾張朝日市は現在緑と元気あふれる住みよい町として、そして名古屋市近郊の住宅都市として成長を続けていますが、この45年間で街の様子も大きく変わったんじゃないかと思います。特に変わったなと思うようなところをぜひ教えていただきたいんですが、若杉さん、まずいかがですか？はい、確かに随分変わったと思います。で、私としては家が近いこともありますので、この市役所、それから尾張朝日の駅、この2つが特に変わったなという印象が強いです。市になる前ですから役場なんですが、はい、役場がこの場所ではなくて今の三菱東京 UFJ さんのあたりですかね、あそこに役場がありました。小さな役場だったんですけども、市政施行の1年ほど前ですかね、昭和44年の5月頃にこちらの場所へ移転新築した。そうだったんですね、はい、市役所の場所が変わっていたんですね、はい、それは知りませんでした。尾張朝日駅はどのように変わったんでしょうか？はい、今は立派な駅になってますけども、はい、昔は本当に無人駅で、駅名も朝日新井っていう、なんかローカル、非常にローカルな名前がついてました。電車も最初、私の小さい頃は今のものでもないですし、その前の赤い電車でもなくて、はい、緑色の電車で、こう自動ドアがなくて、こう手動で鍵を開けて、まあ、お客さんが自分で鍵を開けて乗り降りをすると、そんな電車が走ってたっていう記憶があります。そうだったんですね。緑色だったんですか、電車も？はい、私電車のドアを手動で開けるっていうのはやったことないんですけど、どんな感じなんでしょうか？もう普通にお客さんが乗り、こう開け閉めをしなきゃいけないんですけども、はい、知らない方が名古屋の方から乗ってこられて駅に降りようとするとですね、はい、駅に止まってもドアの前で立ったまま、そうすると自分で開けない限りは降りれないんですね。大変だったんですね。そうですね。下手すると開けっぱなしで走ってる電車が時々よく見ましたね。冬場はちょっと寒かったです。そうです。平野さんはいかがでしたか？その当時、尾張朝日は瀬戸街道沿いとか旧道沿いにしか道がなくて、そこに家がちょっと並んでいるっていう感じだったんですけれども、区画整理が進むと同時に新しく道ができて、随分生活も変わってきたんです。私の家の裏はレンゲ畑がずっと広がってましたけれども、あっという間に今はその姿は消してますね。なるほど。それでは今までで印象に残っている業務なんかはありますか？若杉さん、いかがでしょう？はい、そうですね、出来事っていうか、やっぱりこう職員としてやってきたことの中でいくつか印象に残っていることはがありますね。例えばもう市役所に入って最初にやった仕事が、こう中小企業向けの融資の調査業務であったりとか、その後国勢調査、今年も国勢調査終わりましたけども、昭和60年の時の国勢調査のお仕事とか、そうですね、あと障害者施設の楠の木園っていうのがあったんですけども、これを民営化した話であるとか、あとは平子北市有地って今言ってますけども、名古屋市の保育短大の跡地をこう購入した、ジムとかですね、いくつかそういったものがありますね。職員として大変だった業務やイベントなどを教えていただきたいんですが、平野さんはいかがでしょうか？私は入った時は電卓って結構高価なものだったんですね。引き出しにはソロ版が入ってました。それがなんかあっという間に電卓は変わって、文字も手書きだったんですけれども、それはワープロになって、今はパソコンが使えないと仕事にならないような時代になってますね。
そういう時代の変化についていくのがちょっと大変だったかなと思いますけれども、でも逆に今から考えてみると、職員じゃなかったらそういうことも覚えられなかったかなと思うと、本当に幸せ者だったなと思ってます。なるほど、まあ、今ではパソコンを使うのが当たり前の時代となっていますけども、普及した当時はね、新しいことに戸惑うことも多かったんじゃないかなというふうに思います。最後にお二人に伺いたいんですが、これからの尾張旭市、どういう街になっていったらいいか、なってほしいか、どうでしょうか。なんかちょっと具体的なことが今頭の中にあるわけではないですけども、はい、先日福島県の三春町というところに行ってきました。そこは原発事故なんかでこう今でも除染作業をやってましたけども、まあ、毎年尾張旭市から、復興支援ということでこう職員を一人ずつ派遣しているところです。でそこへ行きましたら紅葉が本当に綺麗で、こう赤色、黄色、茶色、それから時々残るその緑色と、もうコントラストがですね、素晴らしく綺麗で心が本当に現れました。まあ、三春町のようにしたいっていうことではなくて、そういうふうに尾張旭もですね、こう心がこう豊かで、こう心にこうゆとりを持ってこう皆さんが暮らしていける、そんな町になればいいなと、というふうに思ってます。三春町にはそういう綺麗な山もあるかもしれないです。でも尾張旭にはそういう山とかそういうものはないです。でも森林公園であったり柴山公園であったり、そういう残された緑を大切にして、私レンゲ畑が今も忘れられないです。そういうものはないですけれども、今の子どもたちはこの景色が自分たちの心に残っていくんじゃないかと思うんですね。大きくなった時そういうものをふるさとだと思っていただけるような町にしていきたいなと思います。高齢者の方には生きがいを持っていつまでも元気に暮らしていただけるような町にしていきたいなと思います。わかりました。子どもたちのためにもこの緑豊かな自然を大切にして、誰もが心豊かで心にゆとりを持って生きがいの持てる、そんな町になっていてほしいですね。本日は貴重なお話を聞くことができました。若杉さん、平野さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。続いては尾張旭市で開催されたイベントや催しなどを紹介する尾張旭あんなことこんなことです。市では道南ツツジの花と紅葉を楽しんでもらうため、春と秋に国の登録有形文化財である道南庭の一般公開を実施しています。今年は11月14日土曜日から23日月曜日まで秋の一般公開が行われました。道南庭は享保8年に現在の飛騨市にあたる岐阜県坂下村に建てられた古民家を改修し移築したもので、その趣のある佇まいと庭園の美しさに人気を集めています。秋の一般公開に訪れた人は、紅葉が進んだ道南ツツジやモミジの赤と庭園の杉苔の緑が生み出す見事なコントラストを、本格的なカメラや携帯カメラなどを使い熱心に撮影していました。続いては尾張旭ホットニュースのコーナーです。土地の利用状況を変更したときは連絡を。土地にかかる固定資産税、都市計画税は毎年1月1日現在の利用状況に応じて課税されます。宅地造成をしたとき、工作を開始またはやめたときなど土地の利用状況を変更した場合はご連絡ください。連絡・問い合わせは市役所税務課土地係、電話番号 76-8118 へお願いします。皆さん、12月1日号の朝ちゃんはいかがでしたか。12月15日号はご覧の内容を放送する予定です。それでは次回もお楽しみに。さようなら。